おい、から行こう。はい。何してん？読書ですよ。読書。忙しい？忙しいですよ。忙しいか。はい。じゃあごめん、忙しいところごめんなんだけど、ちょっとこっち来て。何かあるさ。そうそうそう。起き上がって。はい。これからですね、あの君のですね、はい、あのいつもいつも刑事が大好きだと、俺はプロ以上だと、俺誰にも負けねえと、うん、いやなんなら俺がナンバーワンだと、そんなこと言ってましたんで、あのナンバーワンと言ってないですよ。いやナンバーワン日本で100位以内で言ってました、はい、言ってました、はい、多分言ってました100位以内でしょうね。100位以内、日本で、はい、100位以内、はい、実力は、はいはいはい、自信あるわけですよね、パチンコに関して。まあね、はい、僕より上手い人は見たことないです。正直見たことない。正直僕より上手い見たないです。僕より上手いなと思った人はいないです、今まで。あ、そうですか。悪いけど、うん、はあ、はあ、はい、大した自信ですね、うん、はい、そんなね、あの自信のある金子くん、はい、本当に力があるのかどうか今日はテストさせていただきますね、はい、そういう画用紙あるでしょ、はい、それ俺がいろいろ質問するんで、あの、はい、クイズ形式で、はいはいはい、うん、それで答えてもらいますっていう、おお、はい、そういうものになりますんで、はい、いいじゃないですか。じゃあ準備しましょう。はい、ということで準備完了でございますね。はい、どうですか今の気持ちは。いや余裕でしょ余裕、刑事でしょ、だってわかりますよ、それは刑事、そう、刑事、執行、うん、はい、常識の範囲ですよね、いくらなんでも常識の範囲ですよ、うん、はい、もちろん、うん、うん、もちろん、じゃあ大丈夫です、大丈夫ですそんなのわかるわけねえよみたいなの来たら、うん、それはあれですけど、うん、作るわけないじゃん、そんなの、うんうん、みんなが当然知り得るレベルの中で作ってますから。ああ、よかった、そうですね、はい、あのちゃんとね、そこはやらせていただきますから、はい、はい、うん、ご安心してくださいね、はい、はい、うん、いいですか、ちょっと待ってくださいね、今ちょっと妹から出産の報告が来て。知らねえよすいません、おめでとうございます、はい、はい、おめでとうございます、はい、ルールの方をね、説明させていただければと思いますんで、はい、うん、はい、ちゃんと聞いてくださいね、はい、はい、まずこれクイズです。はい、あの10問、用意させていただいてるんで、はい、10問の、クイズに回答していただきます、はい、はい、でね、彼はもうプロなわけですから、もうプロ以上なわけですから、10問中10問全部正解して当然なので、1個でも間違えたら、罰ゲームでございます、はい、間違えるたびに、こちら水鉄砲ですね、はい、こちらで、あいつの顔面をぐしゃぐしゃにしてやろうと思いますね、はい、これ綺麗な顔たちがね、ふじゃくになってくるんですね。汚いから何も変わんねえ、はい、というわけで、ただそれだけだとね、ちょっと迫力欠けちゃうかなってちょっとさっき思ったんで、うん、追加で罰ゲームの方用意させていただきました。はい、はい、10問中、まあ7問かな、7問以上正解したかった場合はよりきつい罰ゲームの方、はい、用意させていただいております。あ、はい、いいですよ、7問答えればいいですね、7問以上、いや、いいですよ。じゃあ早速いきましょうか。第1問、ジャジャーン、花の刑事漆黒、はい、大当たり確率はいくつ分数、小数点第1位まで答える。いや、ちょっと厳しいって、小数点第1位は厳しいっていや、小数点第1位は厳しいでしょ、さすがに、うん、さすがにそれは、はい、よいよ、分かった、じゃあ最初だからね、はい、じゃあ、小数点は切り捨てでいい。あ、よかったよかった、はい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 、319分の1正解。はい、そうですね、そりゃそうですよ、余裕ですよ、はい、でてん、ラッシュ継続率は約何パーセント。これはよ、僕よく分かってないですけど、アメリカ発表の数字分かるんですけど、はいはい、あれって1回転目からスタートするのと100回転目の、もう必ず決定するのって確率変わってくると思うんですけど、どっちなんですかね。まあ、メーカー発表でいいですよ。細かいので言い始めたら、はい、残保留がどのコーンとかになってきちゃうから、はい、うん、メーカーが発表している、数値で大丈夫です、はい、前後 1% ぐらいまでは認めますね。はいはいはい、はい、了解です。多分これ数字だってると思うんですよね。はいはい、ドン、5パー、はい、正解ですね。はい、まあさすがにね、うん、これはね、これよく分かってないですけどね、僕自身、よく分かってよく分かってない、どういうことなんですか。いや、なんか1回転目からスタートしたら、例えば転落引いちゃっても100回転まで電速つくから、はいはい、もっと高いと思うんですよね。まあそれも含めてじゃないの、うん、と思うけど、含めてなんですね。なんでちょっと今さ、うるさい、うるさい、うるさい、早い、早い、いくよ、次いくよ、トイさん、はい、ででん、時短引き戻し率は
何パーセントでしょう。ああ、分かるかな。ちょっと難しくなりましたね。どうですか。時短は100回でいいですよ。100回ですね。100、うん、残保留抜きですね。抜き抜き。小数点。小数点1を抜きで 1% 5まではまあちょっと認めましょうか。はい。多分小数点までいっちゃっていいと思うんですけど。マジ？多分。本当？でもまあいいよ、じゃあそれでいこう。いや 1% まで認めてほしいっす。でもまあジャストで何言うけど 1% まで認めてほしいっす。まあいいだろう、はい、うん、ちょジャストで何言いますね。はいはい。多分雑誌とかによってなんか違ったりする可能性があるので、はい、まあそうだね。はい、いいっすか。はい、ジャスト。おーすげえすげえじゃん。ジャストですよね。ジャスト。ジャストほら。いや、まあ約 26.9% ですけど、まあもうぴったりですよ。はい、舐めないでください。すげえ、今すごい。すごいでしょ、ほら。それちょっと感動したわ。はい。すごい、素晴らしい。いいですね。はい。はい、数字系が多いのかな、こういう。はいはい。と思うんじゃん。はい。じゃあ次行きますよ。はい。で、問い4。はい。じゃじゃーん。新ラッシュには、3種類のラッシュが選べるが。はいはいはい。そのすべてを答えよう。これはこれは簡単じゃない。いや、刑事好きなら外せないよ、そんなの。外れるわけないじゃん。3種類ですからね。うん、はい、芯があって、なんだっけ、芯わかんない、もしかして、いや、わかります、わかります。簡単です。簡単だよね。わかんないないですから、うん、5、4、3、2、1、はい、いいですか。はい、OK です。じゃあオープン、はい、ダン上からちょっと言ってってもらっていいですか。新戦ラッシュ、これいつも選ぶやつですね。新戦ラッシュ、はいはいはい、一つね。あの、強いやつと戦うやつね。はいはいはい、つまんないやつですね。はいはい、でなんか、西なんとかみたいな感じで、パイオニアラッシュみたいな。パイオニアラッシュね。はい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 。で、世界のソニーですね。世界のソニー。世界のソニー。あー、なるほどですね。簡単でしたね。はい、残念違います。違いますか。正解です。正解。なんなら、はい、なんなら、なんなら、うん、1個持ってるんです。戦ラッシュ違うの。はい、ブー、はい、ブー。はい、違いまーす。いきますよはい、え、戦ラッシュ違う。戦ラッシュ違うの。違います。何ですか。正解は、あ、3つのね、はい、正解言うと、はい、新歌舞伎ラッシュ。歌舞伎が1つですね。あ、で、僕らがいつもやってるのは、うん、多分あの、一気掛けラッシュですね。一気掛けか。そうだ、はい、そうだそうだ。で、もう一個なんか、そのバイオニアみたいなやつは、はい、エスパニアラッシュです。あ、エスパニアだ、はい、あー、そうだそうだそうだ、パイオニアだと思ってた、はい、パイオニアこれで、4問中1個間違いと、はいはい、いうことですね、はい。はい、顔びしょびしょですけど大丈夫ですか。行きましょう、大丈夫ですよ。おー、先がもうやれる、うん、じゃあ問い5いきますよ。はい、はい、問い5、じゃじゃん。図を描いてくださいという、そういう問題になります。図を描いてください。はい、くのいち、無常リーチ、はいはい、うん、ホタル出てきますね。はいはいはい、ホタルではありますが、そのホタルは復讐をしに刑事のもとにやってきました。うん、そのホタルが刑事に見せた時の紋章、はい、家紋がありましたよね。はい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 、はい、その家紋書いてください。ああ、あの、笹成政は私の稲好きだみたいな言ってるやつですよね、確か。笹成政ではございません。笹成政笹成政はまた違うリーチでございます。はい、かかりますか。ああ、もう、はい、これはイージー問題でしたね。あ、そうですか。家紋いけますか。うん、はい、書いてみてください。いいですか。はい、ちなみに、あの、名称を答えてくださいね。名称、はい、なんていう名前の家紋なのかも答えてください。これもう打ち込んでる人だったら絶対わかる。止まってるよね、止まってるね。はよ、はよ、はよ。はい、そうですね。紋章だけでいいでしょ。名前は分からないと。はい、はい、じゃあ正解どうぞ。違うわ不正解です。はい、違います。はい、違います。正解が気になってしかたないですけどね。正解、正解お伝えしましょうか。勉強してくださいよ。
あー家紋ですよ、家紋。はい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 。いきなりこれ難しいっすね。まだなんか、真田のとかだったら真田家の紋章とかだったら言えたけど、まあ、難易度中ぐらいですかね、はい、雲一つ富士という家紋でございます。それは雲一つ富士の家紋みたいな、なんとかの合戦で討ち取ったなんとかのものだっていうあれです。いやもう2問防がいですね君、はい、もうリーチですよあと2個間違えたら、はい、うん、より強い罰ゲーム待ってます。もう大丈夫ですか、はい、頑張ってくださいね。というわけで、ててん、はい、パチンコにはロボタン存在しますけれども、はい、ケージもたくさんありますね。たくさんあるのかな。たくさんはあるんですけど、うん、あるんですよ、これがね。調べたら結構出てきたんですよ。はいはいはい、はい、いやそのうちの2種類、どんなエフェクトなのか、どんな方法なのかも含めてお書きください。あ、うん、2種類でいいんだ、迷いですよね。はい、でもやっぱあえて難しいとこ言ってほしいよね。ああまあまあ、それはじゃあみんなが知らないようなとこ行きましょうかね。はいはい、キセル以外の、いやいや、それはそれは、そうです、そうです、書いてますから。はい、はい、書けました。はい、書けました、確実に、はい、あー、オッケー。じゃあ、正解の方どうぞ。はい、じゃーん。はい、説明してください。キセルのタイミングの時にトーントーンのタイミングで合わせると、はい、ケージは、ワッハッハッていう時があります、ね、あー、はいはい、言ったら確定ですね。はいはいはい、一ついいですね。はい、はい、最後のカットインの時に、はいはい、リンケージを押すと、はい、トラガーカットインが出やすくなりますね。はいはいはい、まあ、回答は正解としましょう。これはあの、置きに来ましたね。いや置きに来てます、確率にね。みんな知らん。あと1個は、あのスペシャルロングビーチあるじゃないですか。はい、あの、新歌舞伎ビーチと、うん、フンドの一括。はいはいはい、フンドの一括ね。フンドの一括、フンルネ、フンヌカのリーチ発展の時に、うん、ボタンを1回押すと、はい、確定音が鳴る時なんです。それはまあ有名な話にしか書かなかったですね。おいそれはみんな知ってるやつだね。それ書いてある。おい、じゃあ次行きましょう。うん、問い7。でーん、ちょっと難しいですね。通常時ですね。はい、通常時の演奏の時に、いろんな法則ってありますよね、パチンコって。はいはいはい、はい、これ来たら当たるねみたいな、うん、あれの、大当たり、うん、確定も含めてね、大当たり確定パターンを5つ答えなさい。大当たり確定ですね。はい、ああ、いいですよ。まだ書くの？まだ書くの？返してください。まだ行くの？まだ行くの？ちょっと意味わかんない。つなぎがあるか、つなぎが。オッケー。できた。10個書いた。オッケー。クリア。いやいや、まだ出してないでしょ。もういいじゃん。言わせて言わせて。簡単でしょ、はい、見せなくていいから。いい、次。いや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 、いい、難しくなるから。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、はい、紅白柄ですね、紅白。はいはいはい、はい、勝利ですね。地獄の中になっちゃいましたけど、わかんないの。虎柄、もうこれか、もうラッシュ確定ですね。はいはい、レインボー、レインボー、はい、名前プッシュマン、はい、ニューギンの堀ですね。あ、ニューギン堀、はい、これ結構いいんじゃないですか。ケージボタンが2回来たのも確定。ああ、はいはい、いいですね、いいですね、はい、はいはいはい、最後のカットインコに掘りタイマーは発動したらもう確定ですね。ああ、はいはいはい、掘りタイマーがいたらってことだよね。いて発動したってことだよね。うん、はいはいはい、これ本当かどうかわかんないですけど、ケージボタンから7点に変わったら当たり確定らしい。ほう、これ本当かどうかちょっとわかんないですけど、はいはい、でキセルでフンヌの一括って言ったら確定。はいはい、どこですかね。はい、こちら全てですね、僕はあのサーチ済みなんですけれども、はい、全て正解でございます。おい、また。はい、なんかください。素晴らしいですね。じゃあ、すごいなって思うやつ。すごいなって思うやつ。あ、あの、他に。あ、他に、もう全部出ちゃった、綺麗に。いや、そんなことないでしょ。あ、あったあった、もう一個あった、もう一個あった、はい、もう一個ありました、はい、これ僕もね、へ、と思ったんですけど、はい、1個が、アデス型チャンス。はいはいはい、
ありますよね。あ、はい、あの時に7点だったら確定ですね。そう、確定。あ、それは確かにそうだ、あれ確定です。あれ確定ですね、はい、だからキセルからフンドは書いたもんね。フンドフンドフンドすいません、はいはい、キセルフンド書いた、うん、じゃあそんなもんですね、うん、だから、はい、何図柄で何とかのリーチに行ったら確定とかもありますよね。多分、僕その法則知らないけど、あったあった、俺それ調べてました、うん、あの6図柄ですね、はい、6図柄から、拳の厚さスペシャルロング、うん、はい、発展してそこからさらに発展せずそのままだったら当たりです。あ、10もいったんでね、点数2倍ってことでよろしいですね。そんなせいではございません。ないよ、5問ところ 10個いったんですけど、うざい。じゃあ次いくよ、はいはい、あれ